何か成し遂げたいことがあるときは絶対に独裁制じゃないと成し遂げられない。もしあなたこれやらなかったら10年後どうなってるか後悔しか残りませんよ。知識があれば、知識があれば。そんな夢なんて語ってないんですよ。地球が終わろうともゴキブリのようにハッてでも上がってやると、一回倒れても土でも掴んで這い上がってやると。皆さんこんばんは。久しぶりですね。個人事業主ですか、いくらから法人化した方がいいタイミングってありますか。個人事業主ですか、いくらから皆さんが事業をやるときって個人事業主から始めるじゃないですか。でいくらから法人にしようって確かにこれ悩みどころなんですよ。で税理士に聞いてもね、これ正直わかんないです。でいくらから法人化した方がいいですか、これめっちゃ重要ですよ。いくらから法人化した方がいいかっていうのは、いくらからじゃなくてどれくらい知識がついてからしたっていうのが正しい答えです。正直な話、なんでかっていうと基本的にもう400万円でも法人化した方がいいと思ってるんですよ僕は。ただし税務知識があればの話です。あれば400万円からやればいいと。であればですね、実際の法人化すれば1円すら払わないことも可能ですので、均等割の7万円ぐらいですね。それだけですね。で、これ実際に個人事業主と法人化ってこれ全く違っていて、皆さん同じだと思ってるかもしれないですけど全く違うんですよ。で個人事業主って何かっていうと、これね、なんで法人化した方がいいかっていうと、経費の観点で言うと経費化なんですよ。経費化の範囲、個人事業主って所得じゃないですか。で法人って売上じゃないですか。そう、個人事業主って稼いだお金を所得って言うんですよ。で法人って稼いだお金を売上って言うんですよね。でここで、しっかりと経費を残さないと、税金が取られちゃうわけなので、この経費をどれだけ作れるかっていうのが一個焦点なんですけども、これですね、例えば飲み代とか、飲み代で行こうか。飲み代だと、例えばね、個人所得税法の37条だっけな。これね、どういうことかっていうと、個人所得を上げ、その売上、個人事業主の売上を上げるために、所得を上げるために、直接関係がある経費しか個人事業主って認められないですよ。ということは、税務調査が入りました。その税務調査で、この飲み代誰と言ったね、この接待誰とやねって言って、で、もし自分のこの所得に繋がったんですかって質問に繋がったっていう証明ができないと、大体の場合ですね、直接性がないから、個人事業主の場合は経費として認められないんですよ。否認されちゃうんですよ。でも、法人の場合って、事業と関係あれば経費として認められるんですよ。だから、結局従業員と飲みに行くのも事業と関係あることだし、従業員の親族と飲みに行くのだって事業に関係あることだし、あとはその、なんだろうな、関連会社と行ったりって、これも関係あることだし、この経費の範囲が広がるんですよ。だからめちゃめちゃ簡単に言うと、個人事業員と売り、法人ってどっちがいいですか？これは知識によりますよ。で、どちらかといえば法人で、知識ある人は法人の方がいいですよ。なぜなら経費化がしやすいですよ。で、この経費化がしやすいっていうのはなぜかというと、個人事業主というものは所得に直接つながった直接的の関係性が必要なんですけども、法人であれば別に事業としての関係性があれば別に全部経費として認められるからですということですね。だから、法人の方がいいですよ。知識があれば。知識があれば。ドバイと、日本どっちの方が住みやすいですか？圧倒的にドバイですね。道に凹み一つないんで、皆さんドバイの道路を運転したらわかります。タクシー乗ったらわかります。凹み一つないです。で、すべてが電子化で、今日もね、俺空港に行ったんですよ。空港に行ったらよくわかんない処理何個も書かされてさ、何か、まだマスクやってんのこの国はと。もうね、マスクなんてなんか恐竜時代のものですかってぐらい忘れてたんだけど、本当にびっくりしましたね。そうです。ドバイはもう全部電子化で、で、ビーチが良くて、綺麗で、気候が毎日晴れで、っていうことですよね。で、暑いとか言われるよ、別に暑くないし、週末はホテルでゆっくりね、カフェラテ飲んで、みたいな。全然ドバイの方がいいですよ、正直な話。今、日本にいて、申し訳ないですけどね、こんなこと言うの。はい。まあそうですよね、税金もゼロなんでね。そうです。税金、実はね、皆さん、ドバイって税金ゼロって言われてるかもしれないですけども、実は税金ってあるんですよ。5% の消費税があるんですよ。でも、国外からの売上に関しては 5% ないですよ、ということなんですが、ただし、この 5% の売上、ね、国外からの売上を国に申請した時のみなんですよ。これね、ドバイにね、移住してる人ね、ドバイに会社作れば全部無税だ、やははと思ってるかもしれないですよ。全く違いますから。全く違います。はい。ドバイは税金はあります。ただし、国外からの売り上げに対しては 0% です。
しかもそれを、だって国からしたら国税から、ドバイ側の FTA からしたらね、ドバイ側の国税からしたら、この会社の売り上げが日本の売り、国内の売り上げなのか、海外の売り上げなのかってわかるわけないじゃないですか。だから、海外からの売り上げだから、バットをかけないでね、5% をかけないでねって言った時のみ0番になるんですよ。これをやってない人は、普通に追徴課税とペナルティと 5% も来ますので、10% ぐらいかかってきます。これ皆さん、本当に忘れてます。危ないです。ドバイはそんなね、そんな甘くないです。だから僕らみたいな会計事務所が儲かるんですね。はい。だって一回罰金来たら200万、300万ですからね。普通に。はい。確定申告に絶望してます。その通りです。確定申告大変でしょうね。ドバイ法人税来るぞ。知ったかすんな。いや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 。おい。お前が知ったかすんな。ね。アホだよ。本当に。本当にね、低能ですよね。あのね、法人税、ドバイは2024年から法人税が、施行されますと。ね、始まりますと。ただ、実際に法人税が始まるっていうだけで、法人税っていうのは会社で貯めた利益ですよね。所得税は始まりますか？所得税は。モナコはどうですか？モナコも同じですよね。法人税 33% ぐらいありますけど、所得税って 0% ですよね。ということは、どういうことかというと、僕らみたいなオーナー会社は、ね、株式 100% 自分で持ってるオーナー会社は、自分の会社に貯めないで利益を全部所得主として吐き出しちゃう。まあ、そのね、資産暫定というものありますけども、基本的には所得として吐き出しちゃえば、法人には0円。個人に1億円やったら1億円。で、その1億円には所得税かかりますか？かかりませんよね。そうなってるんですよ。ああ言ってね、ドバイの 9% の法人税って騒がれてますけども、あれはアップルとかグーグルとかそういう大きな会社に関して、オーナー会社じゃなくて、しっかりと大きい会社はしっかり納めてくださいね、というような、国外向けのただの PR なだけなんです。そういうことね。でもね、ほんとね、これ税金めっちゃ大事ですよ。僕ね、経営をして7年目なんですよ。事業を始めて。この7年間で皆さんに1個だけめちゃめちゃいいアドバイスを。まあ、まだまだ未熟ですけど、1個だけいいアドバイスをあげますと。これ何かっていうと、ね、もし皆さんが会社を始めたとして、大事なのは、いい商品とか、いいサービスとか、いい事業とか、そんなものじゃありません。いいタックス、マネーフローですね。キャッシュフローです。このお金、マネーゲームなんですよ。この会社の経営というものは。で、ここに気づかないと、絶対に、100% 会社は大きくなりません。 100% これどういうことかというと、例えばスターバックスを見てみましょうね。スターバックスよりね、めちゃめちゃ雰囲気がいいカフェとか、スターバックスよりめちゃめちゃ美味しいコーヒーを出してる、こだわりのコーヒーを出してるお店なんて腐るほどあるんですよ、世の中にね。でもなぜスターバックスがあんだけどん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 大きくなるかね。だからスターバックスなんて考えてください。スターバックスのね、 UK で5300億円の売り上げ上げましたけど、いくら税金を納めたと思います？5300億売り上げがいて13億円ですよ。13億円しか納めてないんですよね。これがどういうことかと、マネーゲームを知ってるからスターバックスは大きくなるんです。味とか雰囲気とかそんなサードプレイスじゃないんですよ。スターバックスが大きくなってる理由はタックスフローです。もうキャッシュフローです、これ。で、例えば皆さんが みんな今から質問するよ。皆さんがね、自分が日本でカフェを開いてると、普通にね、カフェを開店したとしましょう。スターバックスみたいにね。ね。スターバックスみたいなカフェをね、自分で日本でやったら、普通の人の思考は、例えば、1億円で豆を仕入れて、それを1億3000万円で売ると。ね。そしたらいくら利益ですか？ 3000 万円利益ですよね。で、3000万円利益だから半分ぐらい。まあ、めちゃめちゃ簡単に半分ぐらい取られるわけです。1500万ぐらい取られるわけですね。そうですよね。これが普通の人の考え方なんです。じゃあスターバックス見てみましょう。全く売ってるもの同じですよ。でもスターバックスは1億円でスイスに豆を仕入れるんですよ。で、スイスで焙煎するとかいう名目のもと、1億2000万円でスイスから例えば日本に下ろすわけですね。各国にね、皆さんのカフェに下ろしてくるわけですよ。ということはスイスのね、スターバックスからすると1億円で豆を仕入れて1億2000万円で売るわけなので、2000万円スイスに貯まりますよね。で、スイスは2000万円ほぼタックスフリーなので、そのまま2000万円ほぼ貯まりますと。で、皆さんは考えてください。さっきは1億円で仕入れて1億3000万円で売ってたのに、今回は1億2000万円でスイスから仕入れて1億3000万円で売ってるから、さっき3000万円あった利益は今1000万円になりましたね。だから1000万円しか利益がないんですよ。しかもスターバックスはオランダの会社から看板の料金ですね、ロイヤリティを取ってるので 6% 売上げが取るわけですよ。だから1億3000万で売れたら 6% でだいたい700万円ぐらいじゃないですか。700万円ぐらい取られるわけだから、1000万円も残んないですよ。700万円って300万しか利益が残んないですよね。あ、じゃあ700万円オランダに、まあロイヤリティ課税あるけど、まあ、700万円オランダにで、2000万円スイスにで、300万円だけ150万円しか払わないよ
ね。さっき皆さんの思考は、普通にカフェを同じようにやって1500万税金払ってるんですよ。スターバックスは150万円なんですよ。わかりますよね、これ。むしろ100万円ぐらいですね。100万円以下の利益だったらね。こういう風にですね、なんか気づいたんですよ、僕は。ある日ですね。いや、これは事業は他社と一緒でもいいんだと。このやり方のキャッシュフローさえ学べば、全然会社っていうのは大きくなるんだ。これが税金だったんですよ。税金さえ学べば、全然いけたんだと。ね、海外じゃなくて国内の節税だって同じですよ。皆さんと僕のこの頭の中の違い、今から言ってきますよ。例えばさ、皆さん事業をやりますよね。事業をやったら、オフィスが必要です。店舗が必要ですと。じゃあ、店舗がさ、月々100万円の家賃の店舗を借りるとしましょう。ね、皆さんがパン屋さんでもカフェでも開くとして、100万円の家賃を借りるとしたら、まず保証金で1200万円、1年間分、先出しで保証金を預けないといけないわけですよね。ね。でも、それは、1200万円の現金が1200万円預かられるという、現金の資産とはしては変わらないわけですよ。で、プラスに1年間で毎月毎月100万円払ってたら、1年間で1200万ですよね。ということは、1年間で2400万払うわけですよね。これが普通の人のカフェの出店ですよね。でも、そうすると、1200万円に対しては、ね、保証金で入れたものに関しては経費じゃないから、毎月家賃で払ったものは経費だけど、1200万円の保証金は経費じゃないから、1200万円に対して税金がかかってくるわけですよ。ね。そしたら600万円。めちゃめちゃ簡単に考えるけど、600万円。税金かかってくるよね。あれ、でも皆さん今、お金ありますかって。ないですよね。だって保証金で入れちゃってるんですもん。これが俗に言う、キャッシュローが回んないで、黒字倒産とかいうものなんですけれども、こういう風に、普通の人がカフェをやるとこうなんですけども、だったらさ、普通に、じゃあ、まあ、ちょっと大げさな話だけども、1200万円、ね、月々100万円じゃなくて、1年間でどうせ2400万円をオーナーに払えばいいんでしょうと。ね、保証金も入れて。だったら、ね、家賃を200万円にして1年間払えば2400万円じゃないですか。そしたら200万円全部家賃が落ちますよね。極端な話ね。そういうふうな交渉をしないんですよ。だから皆さんは請求書をもらいます。ああ、もうこれ通りだなって言って不動産にそのまま払うんですけども、そういう減価償却とかね、資産化計上の防止とか、そういうね、対策を知ってる人というものは、そういうことを計上させないんですよ。1200万円を、じゃあ、家賃に上乗せしてもらえないですかって言って、家賃を100万円じゃなくて200万円にして、その代わり保証金をちょっと1年間はね、なしにしてもらえないですかっていうやり方をするわけですよね。そう。だからこれがですね、このキャッシュフローとキャッシュフローを知らない、そのマネーゲームの戦い方を知らない人の違いだと思います。だって考えてください、皆さんね。YouTuber はさ、こうやってね、こうやってビジネス YouTuber がこうやってネクタイ締めて、私の経営の効率化はとか、経営の効率化って教えてるじゃないですか。ね。お前、アホかと。経営の効率化って、普通さ、そもそも皆さん株式会社をね、こうやって運営してるわけですよね。株式会社って誰のものですかって言ったら株主のものですよね。ということは、経営の効率化というものは、どれだけ株主を儲けさせられるかが経営の効率化なわけじゃないですか。そうですよね。株式会社なんだから。そうだよね。ということは、株主を儲けさせるというものは、株主の給与は、配当から、納税済みのお金からしか、株主は給料をもらえないわけです。配当をもらえないわけですよ。ということは、純利益が大事なんですよね。じゃあ、経営の効率化って言ってね、なんでお前日本でやってんねんと。ね、日本だったら、ね、普通に稼いだら半分ぐらい全部持ってかれるわけですよ。ということは、株主ね、1000万円利益が溜まっても500万円抜かれると考えたら、株主に溜まるのは500万円ぐらいしかないんですよ。でも、ドバイだったらどうですかって。1000万利益があったら1000万円。ね、株主に還元できるわけなんで、すべて利益で無税なんで、どっちの方が経営の効率化ですかって言ったら、当たり前にドバイに行った方が経営の効率化ですよね、と。だから僕は別にドバイに行ってるだけで、経営の効率化を求めれば当たり前の選択なんですよ。スターバックスさんみたいにね。これがみんなね、こういうこと言うとね、頭悪い人はね、そんなのグレーだとか、そんなの脱税だとか言ってるのに、脱税じゃねえと、スターバックス見てみろと、イケア見てみろと、お前なんか買ってるイケアなんて、イケアの看板だけど、お前、オランダにいくら入れてると思ってんだと。そういうものですよ。はい。これはダブルダッチ、税制というものなんですよね。さあ皆さんね、本当にね、こういうことを知ってる人ね、視点が全く違ってきますよ。例えば皆さんさ、大手で勤めてるってね、大手が安全だとか、福利厚生がしっかりしてるとかね、役職給とかボーナスとかいっぱい、ね、あるとか言ってるかもしれないですけども、ボーナスとか福利厚生とか役職給とか全部リスク回避のためですからね、企業の。そうですよ。何か訴訟が起こった時って、じゃあその給与を計算するために、その計算の軸というものは、基本的に、基本給というものからね、計算されるわけですよ。インセンティブとか、福利厚生とか、そういうものっていうものはないわけですよね。ということは、
ね、基本給を低くして低くして福利厚生を上げて上げて上げての方が安定したリスクのない雇用ができるから、皆さんをただね、企業を騙してるだけなんですよ。アホはね、福利厚生がやったったとか言って鼻水垂らしてね、ブブブブブね、なんか俺の企業安定だとか言ってるのはお前ただ操られてね、お前のリスクのね、ただの塊でしか見られてないだけなんだよ、ということなんですよ。はい。何の事業が一番儲かってます？何の事業が一番儲かってますか？何の事業とは別にないですね。正直、僕会計事務所もやってるし、マーケ会社もやってるし、飲食店もエステもやってるけど、別に、僕らの売り物っていうものは、エンターテインメントが売り物なわけなんですよ。だから、もうね、エンタメを売れるんだったら、別に何屋さんとか俺正直関係ないなと。だって、マーケティングをやってりゃさ、あ、こんなホットペッパーにあんな税金みたいに払ってたけど、ホットペッパー税を払ってたけど、いや、こんな自分でバイト持ってたらって、これワクワクじゃないですか。これマーケティングじゃないですかね。焼肉屋さんだってさ、肉1個出すのにさ、ね、こうやって普通に出すのにね、留学みたいに普通に出すのか、それとも、なんかね、謎々もね、解いてこうやって出すのか、全然違うわけですよ。この、すべて、売り物はエンターテインメントなんで、僕は別にマーケティング会社とか会計会社とかそういうものじゃないですね。エンターテインメント会社ですね。目指してんのは。はい、そういうもんです。日本の農業は儲かりますが、やり方によっては儲かると思います。垂直農法とか皆さん知ってます？農業ってさ、土地が広いわけですよ。で、広い土地が必要だから、郊外にそうやって土地を作るわけなんですよ。だから、農家とか田舎とか、農業イコール田舎ってイメージが皆さん連想されるじゃないですか。でも、今って実はですね、なんで野菜があんなに高いかって着目したときに、運送料なんですよ。野菜なんて、例えばキャベツ一つはね、10円ぐらいなんですよ。それを運送費がかかるから100円、200円かかってるんですよ。ということは、運送費をどれだけ浮かせるかがすごく重要なんですけども、そこで考えたね、会社があるんですよ。どういうことかっていうと、ニューヨークの倉庫のビル、もうカリフォルニアとかなんかそういう離れたところじゃなくて、ニューヨークの倉庫の、ちょっと郊外の倉庫のビルの中に垂直農法をやってるんですよね。垂直農法をやると、横じゃなくて垂直に建てるから面積が必要ないんですよ。ね。面積が必要ないから、しかも郊外の近くだから運送費がかからないわけですよ。ね。で、こういう効率化であったりとか、一番の効率化は二つあって、水なんです。水って、こうやって広い土地に水をかけるから、水の消耗がすごい水代がかかるんですけども、垂直農法って縦にこうやって垂らしていくから、すべてに水が9割以上削減できるんですね。これが垂直農法で、しかも、室内だから、害虫だったり、そういうね、気候だったりの被害もなく、安定した供給もできるっていうのは今注目されてるんですけども、結構こういうイノベーション的なアイデアっていうものは、農業では大事なんじゃないですかね。日本の農業はどうですかというよりは、世界的に農業はどうですかっていう、感じだと思います。そうですよ。面白いでしょ。面白いですよ。だからそういうものをさ、なんか朝の10分、20、15分ね、カフェに行って読むだけで全然違うんですよ。ほとんどの人なんて家帰ってビール飲んでね、野球見て旦那がダラダラしてるっていう話でしょ。そんなもんでしょ。ね。そうじゃなくて、こうやって挑戦とかさ、成長をやめない旦那が、それによってね、奥さんのね、とか子供のね、人生も分かれるわけですよ。お父さん、お母さんね、あなたでしっかりした方がいいですよ。だってうちのクライアントでね、ある T さんはですね、ドバイの顧客なんですよ、うちの。なので会計業務であったり、法人のセットアップであったりとか、うちが受け取ってるんですけども、ちょうどですね、2年前はただの主婦で、URU に入って、これ別に宣伝とかじゃなく、普通のストーリーね。今、毎月、まあ、ドバイだからね、キャッシュフロー見るんだけど、毎月2000万とか3000万、9月はめっちゃあったな。3000万とか4000万あったな。の、美容プロテインの B2B の卸をやってる方なんですけども、それの方は本当に自分で PL とか、ホームページを作ったりとか、本当にね、資産表も自分で読めるようになって、で、ドバイに子供二人と来てるんだけども、すごいですよ、本当に。だから、どうやってお金もなしにただの主婦で始めたのって言っても、やっぱできることを増やしたっていうだけなんですよね。で、これってすごいね、ROI で、なんか皆さんさ、ROI って言うとね、投資っていう話なんだけども、リターンオブインベストメントってね、支払った額にどんだけリターンがあるかって話なんだけども、そうじゃないじゃんと。ね。結局、どんだけお金が来たかじゃなくて、どんだけお金を払わなかったか。例えば皆さんがホームページ自分で作れなかった、ホームページ制作会社に依頼するわけだし、PL もできなかったらね、税理士とかよくわかんない、会計士とかね、ただ打ち込む作業だけに何十万って払うわけじゃないですか。ね。そういうものを自分でできるようになるだけで、結局何十万何百万浮いてるわけじゃないですか。これだって立派な ROI なわけなんですよ。だから、できることを増やせば何も払わなくていいから、すごくスピーディーに安く何でも自分でできちゃうんですよ。すごいですよ。
だからこの人はね、T さんはもっと世界でこのね、美容プロテインをもう日本 BTB だからね、ドバイの方は、とか中東の方は、ドバイの電子とってこのカバーのマスクの人は結構すごい美容なんですよ。で、そういう時にね、このプロテイン絶対に流行るからって言って、そのでかい夢を持ってこっちに来たわけですよ。そういうね、こういうのを見てるとね、やっぱ僕も負けてらんないなってすごい刺激になるんですよね。そう。そう。だってね、見てみなさいよ、本当の世の中の人なんてさ、本当に夢をね、こんな夢ありますとかね、こうやってやりたい。そんな夢なんて語ってないんですよ。普通に。そんな夢なんてね、語る前にね、夢見てる前に普通に朝早く起きて夢から覚めて誰よりもね、こうやっていろんなことを学んでね、インプットアウトプットしてるだけなんですよ。はい。そういうことです。努力がすごいっていうことじゃないんです。努力するまでなら、なんか俺すんげえ今日なんか説教じみちゃってるな。はい。はい、そういうことですよ。竹山さんどうやって起業しましたか？竹山さんどうやって起業しました？俺の起業すごいね。つまんないよ。リクルートに勤めていて、通勤時間が鎌倉に住んでて東京駅までだったから、1時間以上あったんですよ。だから、そのグリーン車に700円。もう1日700円です。もう。スターバックスのコーヒー一杯分をグリーン車にかけて、その座ってる間にブログ書いたりとか、開発のコード書いたりとか、そういうものをして、起業して、週末は鎌倉の、ね、テストマーケティングで自分でね、チラシ配って、チラシだってあんたね、コンビニでね、プリントすると高いんですよ。カラープリントって1万30円くらいするんですよ。だからわざとカラーが使わないようにいいっていう資料のデザインにしてね、パンフレットのデザインにして、それをこうやってチラシ配ったりね、そうやってね、起業ってね、やってみるんですよ。今だったらね、銀行なんて腐るほどなんか借りませんがなんだか来ますけども、その時僕24歳25歳か、25歳で銀行のね、三菱 UFJ の鎌倉支店ですよ。あそこに行って名鑑開けてくれって言っても開かないんですよね。だからなんか湘南信用金庫のよくわかんねえなんかね、1000万円までの上限だからよくわかんねえところ開けて、そういうことから始めるんですよ皆さん。本当ですよ。だって俺が2年以上前かも、ドバイに来た時だってさ、炎上してね、いや、竹穴はなんか偽物だとか、何が偽物お前、バカだと思って。いや、だったらもう一回ゼロから全部やってやろうっつって、ゼロも服だけ全部カバンに積んで、本当に服だけ持ってドバイに来たわけですよ。ね、家もありません。従業員もいません。オフィスもありません。本当、誰も知りませんと。そこでじゃあ DM でね、インスタの DM で、その現地人のね、経営者とか、そういう人に会って、行政の人に会って、とにかくこの会計の仕組みであったりは何の仕組みであったりか、で、ちっちゃいオフィスを借りて、で、3人雇って2人辞めちゃって、で、また今、4人雇って、今、オフィス10人ぐらいになってるのかな、10人雇って。そういうふうにですね、ちょっとずつちっちゃいことをやっていくんですよ。それが、泥臭さが楽しいわけですね。ほんと、そうですよ、皆さん。何でもやってみること。やってみることめっちゃ重要です。だって、やったことなんていうものは、ね、やったこと、もし万が一失敗しても、10年後なんてこうやってね、今日だってもうね、笑いながらね、失敗談話してましたけど、10年後なんてね、たかがね、笑い話になるんですよ。でも、もしあなた、これやらなかったら10年後、どうなってるか、後悔しか残りませんよ。本当に。でも、just do it ですもん。just do it。ナイキじゃないですけど。ナイキの just do it。ナイキの just do it って知ってますよ、あれ。just do it がどうやって生まれたかって、ストーリー知ってます皆さん。あの just do it って実は殺人鬼から生まれたんですよ。殺人鬼から。これね、ナイキが初めて1980何年だったっけな ?1800 何年だったら、ね、まあそんな、細かいことはいいや。ナイキが初めてテレビ広告を出すときに、何かキャッチコピーが必要だって広告代理店にそのキャッチコピーを作れって言ってね。でも広告代理店の人はね、ああもうダメだ、もう何も思い浮かばないって、そのプレゼンの前夜までね、ずっと悩んでたわけですよ。で、その広告代理店の人が、夜中の深夜にね、こうやってコーヒー飲みながら、ああ死にそうだって言ってね、同僚とね、笑いながら話して死にそうっていう連想ワードから、あ、死刑囚のことを思い出したんですよ。これが殺人犯。その殺人者は二人殺して電気椅子にこうやって座らされたんですよ。その電気椅子に座らせた時に最後の言葉なんか言いたいことあるかってね、言われるわけですよ。で、その人は just do it って言うんですよ。そこからですね、この just do it ってインスピレーション受けて実は生まれてたって知ってました？ナイキの。面白いでしょ？知らないでしょ？そうなんですよ。おもろいよ。竹花さんの会社で働くにはどうしたらいいですか？竹花さんの会社、俺の会社で働きたいんですか？本当に。もう結果出なかったらクビですよ。従わないならもうクビですよ。独裁制だから。でもね、これは一つだけ言わせてくれ。これは一つだけ言わせてくれ。何か成し遂げたいことがあるときは、絶対に独裁制じゃないと成し遂げられない。
本当に絶対にそうです。だって考えてください。あなたソフトバンクのさ孫さんのね、孫さんって言ったらソフトバンクの社長って言ったら孫さんね思い浮かんだりするでしょ。で楽天って言ったら三木谷さん思い浮かんだりするでしょ。そうだよね。テスラって言ったら誰ですか、イーロンマスクでしょ。この人たちどういうことを共通してるかっていうと、必ずね、創業社長なんですよ。自分からゼロから始めてる人間たちなんですよ。ね。この人だってすごい独裁政党。だってイーロンマスクなんてね、ツイッターの7割の社員とね、バーって、この自殺しやがらないならやめろと。リモートワークしないならね、俺の言うこと聞かないなら全員やめろと。言ってるぐらい独裁なわけじゃないですか。でも、あれだから、ツイッターは7割の社員を切っても今日もツイッターであり続けるわけじゃないですか。逆にすごいと思いませんか？そうですよね。7割の人間で必要なかったんですよ。そもそもで。で、何が言いたいかというと、何かやりたい時というものは、ね、多数決で決める周りの意見をね、なんか聞いてる、そんなことやってたら明日になっちまうと。ね。でも僕もともと勤めてたリクルートという会社、素晴らしい会社です。素晴らしい会社ですけれども、上場までにはすごい時間がかかりました。ね。スピード感あまりありませんでした。で、実際にリクルートのじゃあ社長って誰ですかって言ったら、ほとんどの人わからないんですよね。そうなんですよ。それはリクルートという企業文化は、みんなのね、意見を聞いて会議をして会議をして、そうやって大きくなっていくという文化なので、スピード性はないんです。でも独裁性でね、この短い人生の中で俺は何かを成し遂げたいっていう時は、もうスピードが命なので、もう独裁でいいです。冷酷になってください。だってワールドカップでさ、弱い選手にね、ね、強い選手が普通に練習のレベルを合わせてて優勝できますか、ワールドカップで。できないでしょ。そんなのみんな当たり前に知ってるでしょ。でもそれ当たり前に知ってるのに、会社になると弱い人間にね、合わせろ。ワークライフバランス。何がワークライフバランスだ、お前らと。ね。そういうことですよ。でも実際にこれ一つだけ言わせてほしいのは、この冷酷になることって、実は一番実は従業員のためになるんです。これが。本当に多数決で決めるなんてやってたら、どんどん会社潰れちゃいます。弱いやつに合わせてたね、人事制度とかルールとか作ってた会社なんて潰れちゃいます。潰れたら結局全員死んじゃうわけですよ。わかりますよね。だから、ね、従業員って大切って言ってね、こうやって会議だのなんだのね、聞いてる会社ほど結局倒産してどうなってますか？全員首切ってるわけじゃないですか。ね、うちは大事って言って、一人も首は切ったことはないですよ。やめてったことはありますけども。はい。だから何があっても上がり続けたると、何があっても、どんなに炎上があっても、どんなにね、何がもう地球が終わろうとも、ゴキブリのようにもう上がりつ、張ってでも上がってやると。一回倒れたらもう土でも掴んで這い上がってやると。そんぐらいですね、独裁性にならないと。そんぐらいの気持ちを持った人が独裁性になって、で、そういう人が独裁した時はですね、すごく会社は伸びます。めちゃめちゃ伸びてます。うちの会社も今。もう意味わかんないぐらい伸びた。もうこういうのあんまり言うの良くないんですけども、でもこれ本当なんです。なんでかっていうと、本当に僕のやる気が違うから、覚悟が違うからです。はい。ねえ、これね、こんなこと言うとね、背景主義とか言われない、お金のためだけ。お金のためじゃないですよ、これは。普通ね、よくね、言われてたんですよ。昔従業員に竹穴さんはね、お金の亡者だとかね、陰で言われたりするんですよ。いつも今百何十になってますけども、言われるんですよ。でも考えて、普通にね、皆さんね、言いたことあるわ、めっちゃ。ね、これめっちゃ重要よ。お金が欲しいんだったら、俺創業社長なわけですよ。100% の株を持ってるわけですよ。お金が欲しいなら、ね、株っていうものは皆さんさ、毎月30万円、ね、毎年300万円ぐらい生み出すカフェを経営してましたと。誰かに売ってほしいですって言われたら、そのカフェを300万円で売りますか？売らないですよね。5年後ぐらいを見据えて1500万とかで売ったりするわけじゃないですか。期待値で売るわけじゃないですか。そう。お金が欲しいなら期待値で儲かるのが一番なんですよ。ということは、僕の今の事業、例えば一つの事業で何億と生み出してる事業、何十億と生み出してる事業、これをずーっとやるよりは、あ、もういいや、売っちゃおうって言って、売っちゃった方が俺はお金持ちになれるわけですよ。わかりますよね。または全部の株を売るんじゃなくて、じゃあ、ね、半分ぐらいは売っちゃおうと。ね、そうなるわけですよ。でも、そしたら俺は儲かるんです。株主だから。でもみんなが儲かるか。儲からないんですよ。なんでかって。もし 1% でも外部の人間の株を入れたら、ね、10% でも 20% でも、ね、その人たちはなんで株を入れたかって、必ず投資のリターンを求めて、で、リターンというものは純利益から来るんですよ。純利益から来るということは、その人間たちは純利益を残すということしか考えてないんですよ。ということは、僕が、例えばこの人間に、お前が挑戦したいんだったら、こいつに、1億円で何か授業をやるんだとか、ね、先日もね、ちょうど一昨日ぐらいにね、フィラメントという生態のね、川島君の YouTube で70万人ぐらいいるのかな、竹田さん、5000万円、出資してくださいと言ったんで、あ、わかったと、ね、そういう5000万お前の情熱にかけるんだとか、
ね、あとはインセンティブ、頑張った人間にはインセンティブ上げるんだ。ね、こういうことができないんですよ。なぜか。こんなことをやってたら、純利益がたまんないから、20% でも入れられた株主が文句言ってくるわけですよ。だから自由な経営を保つために、俺は 1% も株を外部から入れないんです。なのにですよ。なのに、お金の亡者だとか言われたりするわけですよ。いや、ちゃいますよと。それは違いますよと。普通にお金の欲しいなら、うちは売却してます。そんな。ね、よくわかんない事業やってるわけじゃないんで、普通に飲食店とか、普通にエステサロンとか、普通に会計事務所とか、普通に交渉、海外設立とか、ね、普通にマーケティング業務とかやってるわけなので。はい。っていうことですよね。はい。だからね、なんでやってるかって、もうやりたいことがあるからやってるんですよ。本当に。俺はね、教育投資ということをやりたいんです。これ教育投資って、ね、最近パキスタンに行ったよ、俺。パキスタンでね、あそこはね、オルファネージって言ってね、あれは、アルムスタファ、オルファネージって言って、孤児院ですよ。お父さんお母さんが薬中とかでね、死んじゃったりとか、そういう孤児院が、ストリートキッドがですね、学校の4階建てで2階はですね、まあ一般の、普通のローカルの人たちも来るんで、1階2階は、約、900人の学校ですと。でも、3階4階には、4階は女の子の部屋、3階には男の子の部屋でですね、実際に3階の男の子の部屋には200人の男の子が住んでてですね、そういうふうな、教育をやりたいんですよ。何かって、まあそこをね、うちが、支援してるんですけども、先月行ってね。で、そういう、だってさ、考えてみ、みんな。普通にね、5歳の、うちの子供5歳の誕生日なんですよ、おととい。5歳の子供が、ね、売春してるんですよ。考えられますか ?5 歳の子供が売春してるんですよ。どこの穴に入れるんだって話じゃないですか。でも本当に想像してみて。自分の5歳の子供が、変な気持ち悪い大人とか、観光客のちょっとね、そういう性癖を持った人間たちに、脳を加えさせられたりとか、そういうの、あるんですよ、皆さん。本当に。ストリートキッズってね、選択肢がないんです。そういう人間たちって見てムカつきませんかと。ムカつきますよね。だから、そういうのをやりたいから、俺は別に働いてるわけで。俺もね、正直、ドバイに行った時はね、ああ、もう別に一生ね、遊んで稼げるだけのお金あるから、ずっとビーチに寝てるんだなと思ったんだよ。思ったんだけど、ね、ちっちゃい頃だってさ、10代の頃だって、もし自分に一生遊んで暮らせるお金があったら、もうビーチで寝るんだろうなとか、ね、高級車乗ってね、なんか一日ね、かわいい女の子がって釣り回しでね、やってるんだろうなって、黒人のラッパーみたいなね、PV に出てくるような生活やってんだろうなと思ったんですけども、実際にですね、持ってみるとですね、そんなことはなくてですね、全くそういう子供たちが一人でもいるんであれば、俺が仕事をしない日は来ないなっていう、本当にこれ綺麗事じゃなくて、いるんですよ。シリアとか見たことないでしょ、皆さん。まあまあまあ、そういうことをね、やりたいんですけど、まあ、そんなかんなで時間が過ぎちゃいましたけれども。はい、ひどいよね。そうなんですよ。それをやりたいから俺は、事業をやってるだけです。はい。ではではでは皆さん、いろいろね、バカみたいなニュースが流れてますけど、増税だのね、誰かがどうだこうだと、そんなこと気にせずにね、自分の、人生を、やらなきゃいけないことを一緒に頑張っていきましょう。